コンチャンネルです。はい、今回はね、ちょっとエスクードをね、ちょっと色を乾かしてる途中なんですけど、それを一旦ね作るのを止めまして、今回はこのミニデコの真剣勝負ですね。はい、この真剣勝負を作っていくとこなんですが、前にねこのキャビン、今これこのね下の方はマスキングテープで貼って、前回ちょっとね、クリアブラックですね、クリアブラックを拭いてまして、でその今回今日朝からねこの屋根の方ですね、天井の方を、クリアルージュですね、クリアルージュを1回目拭いたんですが、ちょっとね溜まってるとこもあります。このねちょっと濃いとこと薄いとこがあるんですけど、2回目でちょっと、次回ね2回目で色をちょっと濃くできるかなと思います。全体にね濃くできるかなと思います。はい、で、このね、ま、キャビンの後ろのとこなんですけど、これもちょっとクリアブラックですね、クリアブラックを拭いていきます。はい、で、この内装、このねこの内装はクリアパープル、これガイアさんのカラーなんですけど、クリアパープルを拭いていきたいかなと思ってます。はい、で、ここに部品ですね、メッキの部品あって、でマーカーランプですねあって、まあ別のミニデコのパーツなんですけど、これもねマーカーランプちょこちょこと色違いのやつがあるんで、まあ使えるんやったらちょっと使います。はい、でここに、シートデッキとかアンドンロケットですね。はい、で、このサイドバンパーなんですけど、こちらは真剣勝負の方です。はい、で、こちらは、前にね作ったダンプの方のジャイアンですねの、とこに、まあ、ついてたこのサイドバンパーとかですね。はい、まあいろいろねそのダンプでもこの普通のね箱ごてのやつでもね同じような感じのパーツがついてます。はい、でまあ使えるやつと使えないやつとかあるんですけど、まあね持ってても損はないかなと思います。またね近々っていうかねミニデコ僕も何台か増えます。はい、まあそれはねお楽しみください。あとまあ2つ3つほどは増えるかなって思うんですけど、はい、まあそれはちょっとね購入してからのお楽しみにしてください。はい、まあね今回これキャビンは屋根の方はクリアルージュを吹いて、今乾かしてるとこなんですが、まあこれからねちょっと
動画、まあ、止めてからなんですけど、このキャビンの後ろのクリアブラックを吹いて、で内装の方をクリアパープルを吹いて、で、このね箱ボテの真下、これですね、これはもう前回から、吹いてまして、シャーシは、これはクリアオレンジですねを吹いてるんですけど、ここにサイドバンパーとか、リアのね、このテールですね、はい、テールランプとかをつけていったりとかで、このマーカーランプですね、マーカーランプもつけていったりとかでします。はい、まあ、またね、次回ちょっと進んでると思うんで、まあ、この箱のとこもね、今ちょっと考えてるんですけど、電気を光らすようにしたいかなと。ダイソーさんとかでもね、まあリレーをするね、LED のやつがあるんで、それを何個か、まあ、買ってきて、でこのマーカーランプのとこね、ここまあ言ったらつけるとこですね、ここを一個ずつ穴開けて、でマーカーランプをつけて、で光らせたいかなっていうのも考えてるんで、また次回ね、ちょっと変わってるかなと思いますんで、よかったら次回の動画も見てください。お楽しみください。はい、それでは今回は、このミニデコの真剣勝負ですね、はい、それの作ってる途中で、紹介を終わらせてもらいます。はい、それではお疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。